内村は学生の頃、男友達に恋愛相談をされたため、お前を振るやつなんていないから自信持ってと励まし、ちなみに誰が好きなのと聞くと、お前だよと言われた。2種類のチャーハンを食べ比べて有名店のチャーハンを当てるという企画で、 A と B のチャーハンを一口ずつ食べればいいところ、 A の冷凍食品のチャーハンを完食して、 B の有名店のチャーハンも完食。その後、有名店のチャーハンはどちらか聞かれ、そんなのどっちでもいい、どっちも好きだと答えた。ロケで明らかに芋味をしているジェラートのお店に行き、食レポをするという時、普通にバニラとチョコのアイスを注文した。多くの芸人たちに崇拝されている内村だが、ある芸人が番組の収録中に、内村さんの無知折りってというカンペを読んで思わず、あるわけないだろうと切れてしまった。